ボリス・ヤコブレビチ・エイフマン。ボリス・ヤコブレビチ・エイフマンは、現代ロシアのバレエ振付や、サンクトペテルブルクで、自身の名前を冠した国立バレエ団、ボリス・エイフマンバレエ劇場を主催する。性的な苦悩や追い詰められた、心理状況を描写する作品で知られている。ロシア国外でも、積極的に講演を行っており、工業的にも成功を収めている。1946年に、 南シベリアアルタイ地方のルプツオフスクで生まれる。父親は戦車工場の技師、母親は医師だった。夜間学校で学びながら少年団のバレエ教室に通い、1960年にキシニョフのバレエ学校に入学。その後はレニングラード高等音楽院の舞踊会に進んだ。 音楽院在学中の1970年より1977年まで、我がのはバレエ学校で振付を担当し、最初の作品群を発表した。1977年にソ連発のモダンバレエカンパニーを創設し、以来30年以上にわたって、自身のバレエ団を率いて活動を続けている。当初は現代音楽やロック音楽を使用した作品で話題を呼んだが、 1980年代以降は、ロシア内外の文学作品のバレエ化に取り組んでいる。使用する音楽は、ロシアの作曲家のほか、バッハ、ブラームス、マーラー、ドニゼティ、ロッシーニなど多岐に及ぶ。クラシック以外では、ピンク・フロイドの楽曲を使用したものもある。2010年3月には、東京の新国立劇場バレエ団がエイフマンのアンナ・カレーニの 日本のバレエ団としては初めて上演した。父親は、ヤンケリ・エフマン。よって、本来の負傷はヤンケレビチだが、本人は、ヤコブレビチを名乗っている。これは、ヤンケリというイーディッシュ語の名前がロシア語のヤーコフに相当するためである。ロシア出身の著名なバレリーナ、オリガスペシフツワを題材にした作品。ありがとうございます。